はい、どうもこんにちは。今回ね、ドリームダディ続きからやっていこうかなと思います。前回は、てか見た方が早いか。前回は、一晩超えて、学校行って、学校の帰りで、ちょっとお昼ご飯でも食べようかっていうところで、俺がショッピングモールに行くか、もしくは家で食べるかっていう二択で、ショッピングモールを選んだのかな。いや、なんかショッピングモール編やっていこう。まだ会ってない人は一人いる。あの、ちょっとな、髪長いやつ。ちょっとドラキュラみたいな感じの。やっていこう。ショッピングモールについては数階建てのかなり大きな施設だ。ガラガラなのに警備員が座り込んで休憩していた若者たちに怒鳴りつらかしている。怒らなくてもいいだろう。さあ、胸焼けするものを食うぞ。孫悟空です。あ、違う、孫悟空か。孫悟空です。おっしゃ！お嬢さん、言葉に気をつけたまえ。よし。まだマシだな。フードコートに入り品定めをする。脂っこいものを扱う店ばかり並んでいる。見ているだけで心臓が破裂しそうだ。実は誰も嬉しそうに食べていない。嘘だろう。ちょっと待って。あ、設定できないのか、この画面では。音ちっちゃいかも。ごめんなさい。何がいいかな。砂糖をたっぷりかけたパンかチーズを乗せたパン。それとも油を直接血管に流し込んでみる。アマンダイと、まあ、でも油物、普段からいっぱい食べなければそんなね、健康に害ないと思うぜ。プリンセス、私にナチョスを分け合って食べる栄養をいただけるかな。アマンダ笑いながら私の手を取った。私を世界一幸せなチーズプリンセスにしていただけるなら喜んで。まあ、前回も言ったけど、ここの部分はちょっとね、あ、てか今回からちょっと画角がね、ちゃんとできるようになったと思うから、お待たせいたしました。かなり気持ち悪い画角だったと思うけど、この下の部分もなければ上の部分も切れてないでしょう、多分。はい。ああ、体に悪い。実に悪い。まあ確かにアメリカってなんかもっと悪いイメージあるから、日本以上にね、カロリーの面は。だが不思議とうまいんだよな。不健康なものほど美味しいんだから仕方ないよね。ジャンクフードってやつね。一番前たっぷりとチーズをつけて食べきった。ところで、好きなところがある。ミームってなんだ？はぁ、どのミームが知りたいの？あ、ちょっと若者の流行に追いつけてない感じか？何これ？何これ？長いな。うちのネタなんだけど、ネットでバズって広まっていく。でも、広まれば広まるほど、どんどん面白みが薄れていくの。で、最終的にパパみたいな人たちに届く頃には、若い人たちの間で、そのミームはとっくに流行遅れになってるってわけ。流行り的な？流行りのミームに。流行りのミームってなんだ？テレビ業界やゲーム業界がこれはいけると思って、流行りのミームに飛びついても完成する頃にはとっくに、ああ。なんだろう、どういう表現なんだろう、これは。こう、流行りのって言ってるから、あれだもんな。流行じゃないよな。悔しいです！やっぱ、外でか。これ日本人が作ってんの？これ日本人が作ってる説ないか、これ普通に。今のってザブングルだっけ。とにかくこの話はもうおしまい。で、どこに行く？あの語数系グッズの店。確かにね、結構ね、四字熟語とか使ってるからね。割と日本にね、馴染みあると思うんだよな。どれ？ほら、あの黒一色にして反対性を突き取ってみたはいいが、結局は体制の象徴みたいになってるところさ。どの店のことなのかわかんないんだけど。財布の血を並べて、あ、これ、あの人これで来るんじゃない？結構雰囲気合うけどね、あの、あいつに、あの、もう一人のキャラクター。うわ、合わねえな。アマンダは私を引っ張って店に駆け込むと、まっすぐ店の奥へと向かう。あった！まだうっすらとゲロの跡が残ってる！そっか、それは良かったな。スピーチして。おい、アマンダ。スピーチ。わかった、スピーチをしてやるから、寄せかな。咳払いする。本日はこの歴史的な瞬間を記念し、また祝うためにたくさんの方々にお集まりいただき、心より感謝いたします。あれは5年前のちょうど今日のような日でした。アマンダ・アン・ソノは、ショッピングモールに入る前に大量のブルーベリースラッシーを摂取しました。アマンダは父親と共にデスカウントドラッグ・ゴスモスに入店。虹色のサスペンダーを父親にねだる最中興奮しすぎて、マイ・ケミカル・ロマンスなるバンドのグッズにゲロをぶちまけてしまったのであります。結局、父親がその商品を買い取ることになり、彼は今でもその商品を大切に保管しているそうです。拍手してくれた。
細かいな、ここの描写。まあ、結構しっかり、ほんとしっかり作り込まれてるわ。チェーン付きの財布だ。あとね、何がいいかってね、あのね、これ結構細かいんだけど、このね、セーブも早いし、ここの反応もすごいいいんだよ。やっぱ地味にここがポイント高いね。やる、ごめんなさい、見てなかった。これあれかな、スキップじゃなくてログかな。あのスキップっぽくない、なんかスキップっぽいから怖くて押せないんだよな、これ。まあ意外と処分品安くていいんじゃない？そんな、多分そんな差はないぜ。こういうテーマの店だったらそんな差はないぞ、多分処分品言っても。うん。アイランナー4ドルはお買い得だろう。紫のアイライナーは似合うだろうか。お、お、我がにとってとて極めて重大な問題なのだ。あ、やっぱこいつじゃん。あ、なんか店の雰囲気に合わせるためにこういう格好してんのかな。じゃあ、髪をピンクに染めたやる気なさそうな店員に手にした服を見せながら何やら文句言っている。あ、客か。分かったけど、それでどうしろっての。私はここで働いてるだけなんだけど。うわ、びっくりした、声でか。わかんない。だからさ、前回の先生といいさ、この二人だけ音質が違うんだよな。我が輩がこのシャツをオンラインショップで購入したとき、商品説明にはビクトリア調のデザインですと書かれていた。だが受け取ってみたら、エドワード調の、なんだっけ、なんて読むんだっけ、これ。石井ちゃんではないか。あげたでって、クレーマーかな？責任者はいるかね、商品を正しく把握してもらわねば。私がマネージャーよ。なるほど。どうやら我が輩は招かれざる客のようだ。今日のところはこれで失礼する。だが覚悟しておきたまえ。君の上司には長い苦情の手紙を送らせてもらう。中二病か？文字通りマントの、まあ、中二病っていうかあれなんだろうな。結構、そういう世界観。さくれぞくれぞ。パパトロン様、いいよ、買ってやろう。あれ、いいんだ、ありがとう。今回一枚だけだしな。その髪素敵、いいね、いい表現、いいよ、その感じ。人を褒める感じ。ゾーイ道とオーラを巻き散らしながらアマンの会計をレジに打ち込んだ。結構なんか俺は店員態度悪いな。さっきの男は何を騒いでいたんだい。つり上げすぎ目玉が飛び出すかと思ったことだ。あれはダミアン、うちの常連よ。ビクトリア町だが、だかなんだかの服や雑貨集めにハマってんの。あれがラストピースだな。こっからじゃあ本当に始まるのかな、俺が選ぶ権利が。ソファに座んで座り、並んで座り、アイスクリームを食べながら見るのにふさわしい番組を探していた。あ、激走超速長距離走トラック、長距離トラック野郎超常現象のアイスロードを駆け抜けろだ。パパのお気に入りだよね。どういう番組なんだ。主人公の兄弟はカナダのツンドラ地帯をアイスロードが溶ける前にトラックで走り切らなきゃならないのにゴースト狩りもしてるんだよな。よくわかんねえな。よくわかんねえ。ドラマとか映画なのかな、一応主人公って言ってるから。実に見応えのある内容だった。トラックのドライバー兼ゴーストハンターであるカラムとフリントのドッグボーン兄弟がシリーズ最大級の危機に見舞われるのだ。くそ、ゴーストどもにトラックを乗ってられちまった。アイスロードの上だってのに、ハンドルが効かねえ。よし、この電子音声現象メーターで、ゴーストと交信だ。フリント、そんなことやってる場合じゃねえ。俺たち死んじまうぞ。これをこうしてと。よし、なんだと。兄貴、ゴーストが言うには俺たち、もうすぐ死ぬらしいぜ。そんな、あれなんだ。仲間、かなり仲間寄りなゴーストなんだな。なこと見りゃわかるだろうか。完成されたベタだよね。そのエピソードを見終えると、アマンダはインターネット討論会に参加するのだと嘘吹き、実質に引っ込んだ。難しい、ここ。ね、合ってるけど、これが日本語の難しさの真髄だろうな。ここどこで切るんだよっていう。するのだと嘘吹きやからな。ここ難しいよな。読めねえわ。もうしばらくの間起きていた。それからドッグボーン兄弟がアイスロードでトラックを大破させたにもかかわらず見事な逆転劇をやってのけたシーンを思い返しつつベッドに潜り込んだ。お、こうね、結構画面の切り替えとかもね、いいなと思うんだよ。すごいやりやすい。起きて寝坊だよ。頼むよ、あと5分だけ。私が同じこと言っても寝かせてくれなかったらから絶対にダメ、さっさと起きて。やれやれ。まあ、いっ
つも同じ服だな、お前ら。せめて、変えてくれんのかな、いつか。家具を組み立て始める。あ、そっか、まだ完成してないんだ。はるか優秀だ。午前中に棚を数点と机を作り終えることができた。だが作ろうとしていたのは本棚だ。バーベキューパーティー楽しみ。あ、そっか、その日か。こう行こうか。いい機会だ。グリルテクを盗み見るチャンスだと思っておくよ。ご近所さんと仲良くなろうと思わないの？でも多分、その袋小路がアーダコーダって言ってたから、みんないるんじゃないかな。多分、何人かはちょっとまだ住所割れてないけど、少なくとも3、4人は同じだからな、地域が。皿を手にして誰からも話しかけられませんようにって祈りながら炭で突っ立って過ごすよ。パパはまだ成長過程なの。いずれ眉を破って蝶になるんだから頑張ってよ。社交界を舞う蝶になるの。ああ、そろそろ行こう。約束の時間に遅れたくない。は？ちょっと遅れて行こうよ。バーベキューパーティーに時間通りに行く人なんていないって。いや、まあ、むしろちょっと早い気もするけどな。パーティーって言うとちょっとあれだけど、バーベキューって結構準備がね、あれだから。ん？お、いい家じゃん。家っていうか、まあ家か。いいな、いいな。着いたわけではなそうだ。ジョセフの裏庭にはすでに大勢が集まってんだ。ホットドッグのうまそうな匂いが漂ってる。小さな子供たちがスプリンクラーの周りを駆け回り、大人たちはいくつかのグループを作って話をしている。野菜の盛り合わせ、いいね。お、ジョセフだ。久々のジョセフか、これ。ここ一番最初のやつ、ただあんまりね、新しいキャラがどんどん来たからさ。俺結構、こいつ結構今んとこね、裏がわかんないから、二人ともよく来てくれましたね。それに野菜の盛り合わせまで気を使わせてすいません。そうだ、家族を紹介させてください。おいで、長男のクリスです。こんにちは。いや、おい、ぶっきらぼうだな。こっちが双子のクリスちゃんとクリスティ。あそこ4人って言ってたな。目死んでんな、みんな。どうした？みんな目死んでんじゃん。双子は感情の読めない目を私に向けたまま何も言わない。うん。それで末っ子のクリッシュが、おや、クリッシュはどこかな？メアリーがベビーベッドに連れて行ったのかも。あ！お前らか、うん、おっと、いけない。大事な妻を紹介し忘れるところでした。え、妻なのか、お前が。だからお前名前があったのか。メアリー、クリッシュをベビーベッドに連れて行ったのかな。あら、探さなきゃいけないよね。うん、探さないとってどういう？ああ。メアリー、こちらは迎えに引っ越してきたゴクンさんと娘さんのアマンダだよ。握手をしたいところだけど、私の手はワイングラスのために取っておかなきゃ。かっこいい。よろしくメアリー、お会いするのは初めてですね。あら、かわいい。じゃあ、これで失礼するわ。ちょっとあんまりあれだな、雰囲気良くないな。新しい人生を始めたいという衝動に駆られたが必死に抑える。はあ、妻のユーモアセンスは独特でして、パーティーを楽しんでくださいね。皆さん、あなたたちに会うのを楽しみにしているんです。おぉ。残念ながらみんなおるつく。ドレスエッコでアマンダを見ると、焼き菓子を。友達を作るなんておっくだな。私が遠くに進学したら遊んでくれる人がいなくなるんだよ。そんなこと言われても友達なんか作りたくないんだよって急に来たな。急に急すぎるわ、お前。情緒がさ、パパ。はあ、どうせいい天気ですね。ええ、本当に。なんてありきたりな話ばかりするんだろ。いいから行って友達を作るの。父は失格になってしまう。クッキーが私の新しいパパになってくれるって。だから行ってらっしゃい。庭の真ん中に行くの、俺が。あ、あいつじゃん。声覚えてねえな。わ、あいつもいる。あ、ちょ、今声を思い出さないといけない。あ、まあまあ、なんとなく。あ、もうお前もいんの。お前もいんのかよ。あ、お前もいんのかよ。お前も急に来るな。よほどあれなんだろうな。街の中心でやってんだろうな。あ、みんなこの袋小路住んでるのか。ありえん。探りを入れてみるか。お、あ、二人選べるんだ。ロバートとブライアン。あいつ名前覚えてねえわ。名前、ちょっと待って、これ。
あ、反応しねえ。え、これログ見てえな。やべえ。ちょっとま、名前覚えてねえ。ただま、順番を思い出せ。だ、これが、マット・ヒューゴ・グレイグ。クレイグ。ジョセフとダミアンが多分先生と、ヴァンパイアだよな。マット・ヒューゴ・クレイグ。これは多分、アジア系、で、ここが多分、ロバート多分あいつだよな。だから、プロデューサーと、太ってる人かな。で、クールなやつと、違う、カフェの人とクールなやつと、ごめん、テンポ遅い。カフェの人とクールなやつと、アジア系かな。どうしよっかな。まあ、先生のと話もしたいし、とりあえず、なんか、こういう関係っていうよりも、やっぱね、娘のあれもあるし、先生と、あとこれあれ、未知数の男でしょ、多分。多いんじゃない。ちょっとやっぱみんな知りたいからね、一旦。あれ、お前か。お前か、名前忘れてる。ちょっとうっかりここ押したら、ちょっとごめん、飛んじゃったシーンが。あ、ジョセフとダミアンか。名前覚えられねえな。やばい。外した。何から説明すべきか。黒くすることで冬は暖かく、さらにこの袋小路で圧倒的存在感を放てる。ちなみに内装はシンクなのでコントラストも完璧だ。へえ、それは実に面白い組み合わせですね。お褒めありがずかり光栄である。屋敷は我が輩の誇りなのだ。ちょ、もう、まあ、もう無理やって、声分けられない。コクンさん、ダミアンさんと彼の美的センスについて話をしていたんです。まあでもこいつと話してきたのは良かったね。あの、完全に知ってるメンバーじゃなくて、こいつとはちょっと、こいつと先生を知るのがベストだったんだけど、ジョセフとダミアンね。うん。ダミアンはさっき出てきたのを覚えてたけど、その前の人たちをちょっと一日開けちゃったから忘れちゃった。ご機嫌いかがかな。お会いするのは初めてかと。この前デスカウントドラッグゴスモスで君を見かけたよ。ダミアンの顔が真っ赤。でも結構、なんかそんななんか話しにくいわけじゃないね。見苦しいところを見せてしまったことを詫びせねば。見ての通り我が輩はゴシック様式に傾倒している。故にデスカウントドラッグゴスモスの不埒な企業戦略が腹に据えかねたのだ。我が輩の怒りは至極当然のものだが、紳士らしからぬ振る舞いであったことは認めねばなるまい。そんな、気にしないでくれ。気候のことをお聞かせ願おう。この袋小路に引っ越してきたのかな。あ、つい先日、娘とこの袋小路に引っ越してきたばかりだよ。デスカウントドラッグゴスモスには、娘にせがまれて連れて行ったんだ。これ以上はいいよ、いい趣味をお持ちのようだ。ゴシック様式の愛好家かな。アマンダもやった。おい、アマンダ、お前はゴス好きか。自分にラベリングはしたくないけど、あえて選ぶならノームコアよりのキュート系ヒップスターかな。でもコウモリはかっこいいと思うよ。ああ残念である、うん、そんな恥ずいけどな、パーティーの中で。まあそれもね、オープンないいパーティーなんでしょう。パーティーは楽しんでいますか。あ、もちろん、招待してくれてありがとう。袋工場ジュニアみんなオープンで親切だね。うん、アマンダがやってきて多いね。ああ、ロストボーイの大ファンなんです。傑作ですよね。あ、でもゴス系って言っていいのかな。もちろんですとも、お嬢さん。ダミアン・ブラッド・マーチと申します。ご機嫌うるわしゅう。よこしい言葉遣いで挨拶を述べ、お辞儀をする。バラお辞儀に。お、紳士だね。レディの扱いがお上手ですこと。お、お前も話しかけてくんの。こんにちは、アマンダ。で、こっち、どうすればいい。どうすればいい。声分けられないぞ、お前。もう4人もいたら画面に。こんにちは。こっちに来て遊ぼうよ。ん？一緒に遊ぼう。ずっと一緒に。
お前たち不気味な双子ごっこはやめなさいと言っただろう。うん、どこで、あ、また来る。また来た。ほらもう、どうすんの。 4人並べるなって画面に。無理だろ俺が。でもこれで覚えられるな、名前ジョセフね。そう。マイリトルポニーのテープをシャイニングで上書きしちゃったのかも。クリシュはどこかな。あなたと一緒じゃなかった。君がさっき連れて行っただろう。どこかで泥でも口に詰め込んでるんじゃない。赤ちゃんだもん、大丈夫よ。何かあってもすぐに良くなるわ。メアリーはグラスを私に向けて傾ける。私は子供の扱いに欠けてはベテランなのよ。4人目だし、4度も小さな命を。で、メアリー悪いけどクリッシュを探してくれないか。ちょ、やばいやばい、ちょっと関係悪いぞ。親子なんだお前。いや、どっちだ、はあ、やっぱお前ら親子か。ルシアンか。ちょうどいいところに来た。悟空殿の紹介がまだであったな。こいつは学校にいた不良か。いや、この前はどうも。覚えてねえな。なんという口の聞き方だ。年を敬いなさい。覚えていません。あ、でもいい子じゃん。ちゃんと親のね、言うこと聞いてるから。クリス・チャンセンドのベジタブルバーガーを一ついただけませんか。もちろんいいとも。君はベジタリアンかい。はい。ベジタブルバーガーを二つ頼む。ビクトリア時代にはすでに菜食主義者がいたことはご存知かな。彼らは肉を食べる人々を生き地すすりと呼んだそうだ。父さん、面白い話ですね。そしたからちらりとタトゥーが見えた。うん、ジョセフがグリルに向かう。むしろなぜよ。そっか、ジョセフだから こいつにタトゥーがあるってことか。すっげえ、それってタトゥーだよね。Yes. そうだよ。入れたのはボクシーになる前だけどね。どこにあんの。ちょかっけな、父さん。俺もタトゥー入れていいだろう。What? なんだと。あばい。これね、666あるね。悪魔の数字。タトゥー入れてもらったんだ。跡形もなく消えると思うぜ。ルシアン、後で話がある。何か特別な意味があるのかな。いや、わかんないけど、とにかくかっこいいと思ってさ。ねえ、ルシアン、これはあくまで僕の考えだけど、タトゥーを入れたいと思うのはタトゥーを入れる理由としては十分だ。でもその数字が持つ意味をよく考えてごらん。ちょっと足の分かる説教師のようだ。若者のための牧師なんて聖書を抱えて子宮から出てきたような堅苦しい奴らばかりだと思っていた。前半仕掛けられるの？ちょっとごめん。ただ時間がいい感じだから、一旦切るわ。うん。前半仕掛けられるんだ。じゃあ行こうか、全員。はい。てなわけで、一旦切ります。じゃあ、あざした。